今回は脳はどこまでコントロールできるかという本をご紹介します。本書は脳科学に関する実践的な知識や心理学的な概念を豊富に取り入れながら、成功者のエピソードや研究結果を通して読者に理解しやすく伝えています。著者の中野信子氏が脳科学者としての専門知識を持ちながらも、具体的なエピソードや事例を用いて、読者が日常生活で活用できる内容を提供していることが特徴です。まず、本書の前半では、著者の中野信子氏の経歴や本書の特徴について紹介されています。中野氏が脳科学者や認知科学者としての知識を生かしつつ、実践的なアドバイスや研究結果を通して読者にアプローチしていることが述べられています。また、具体的なエピソードや例えを用いた説明が読みやすさを高めており、日常生活においても活用しやすい内容であることが強調されています。次に、成功者のエピソードが紹介されています。例えば、マクドナルドの創業者であるレイ・クロックやディズニーの創業者であるウォルト・ディズニーの成功ストーリーが紹介され、彼らが妄想力や夢を追い続けることで成功を収めたことが示唆されています。さらに、ナディーヌ・ロスチャイルドのストーリーを通じて自分自身を大切にすることの重要性が説かれています。その後、脳の働きや心理学的な効果について詳細に解説されています。例えば、脳が錯覚しやすい性質や認知的不協和の解消法、ハロー効果やゲイン効果、そして男女での脳の違いなどが取り上げられています。これらの説明は具体的な研究結果や実験例を交えながら行われており、読者に深い理解を促すとともに、日常生活での実践方法も提供されています。最後に、脳と環境の関係や遺伝子の影響について触れられています。脳が経験によって変化し、成長することや男女間での脳の違い、そして環境が遺伝子に与える影響について解説されています。これらの知識は読者にとって脳の機能や行動に対する新たな理解をもたらし、自己成長や生活改善に役立つことが期待されます。総じて本書は脳科学や心理学に関する知識をわかりやすく伝えるとともに、成功者のエピソードや実践的なアドバイスを通して読者に示唆を与える内容となっています。これらの情報を活用することで、読者は自己成長や生活改善に向けて一歩前進することができるでしょう。